リオン師匠の深活りボリー。リオン師匠こんにちは。はいこんにちは。今週もよろしくお願いします。お願いします。今日はですねあの結構これ気にされてる方多いと思うんですけどロットにこうキャストウェイトとか糸のこう何ポンドまで使えると書いてあるじゃないですか。ああスペック表記がね。はいスペック表記についてのご質問です。おおおおおこの 質問者の方がですね、まあ、ロットにはこう、適合ラインとかルアーウェイトの表記が必ずありますが、これはどうやって決めているのでしょうか実際に海や川でテストするときに、すべてのラインの合数や、すべてのルアーウェイトを試しているんでしょうかもしくは、計測できる専用の機械があったりするのでしょうか <laughs> うおお、きたね。<laughs> っこの後にですね、その質問者の方の持っている竿の具体的なスペック、 に関する質問もあるんですけど、ちょっと先にまず、うん、今のどう決めているのかという点についてお答えいただければとああ。ああ、分かりました。分かりました。あの、知りたがってる人たくさんいるよね。そうですね。確かに。なかなかこの方の質問すごくてびっくりしたんだけど、ああ、でもそこまで想像してても仕方ないかなと思っちゃうな。そ、そこまでっていうのはね。 全部の種類のラインで試してるかみたいな。<laughs> <数>ああ、はいはいはい、はい。合数も含めて。うん。そこまでやるメーカーさんいないんじゃないまあ、ある程度の範囲ぐらいではやるけど、そのね、どれぐらいの幅の広さでやってるかっていうのはね、ちょっとね、何とも言えないですよね。どこまでやってるかって気になるところだろうけど、多くの 竿工場でそこまでのテスト、まあ、工場でテストすることはほぼないんだよね、実は。竿の工場ってのは、組み立て工場なので、パイプ入って、うん、パイプ作ってき,きれいに磨いて、でうん、いわゆる釜と呼ばれる工場はそこまでなんね、うん、でね。釜も持ってればあ、あとそのパーツの取り付けも同時にやってる工場もあるけど、大体いい分かれてることもあるんだよね。 うん、組み立て工場と焼く工場は別だったりするよねだから工場でテストするのは強度テストぐらいなんだよなるほどなるほど、うん、例えばまあ破損強度ってのがあるよね、はい、何グラムをぶら下げたら間違いなく折れるとかまあ1キロまではまず折れることないよとか、うん、不確認は工場ですることが多いでも例えばラインがどうこうってなるとガイド系にも関わってくるよね うん、あと、キャストフィールであるとか、アクション操作のフィールまで関わってくるよね。そうですね。これは工場じゃできないうん。それができるような人は工場にいないもん。そうですね。<laughs> じゃあ、誰がやるのったその、それぞれのメーカーに所属しているテスターと呼ばれる人たちや、もしくはそのメーカーの代表、例えばインクスだったら僕だったりするよね。はい。自分でやってるよね。そうですね。うん。じゃあ、 えー、例えば、えー、メバルロットだったら、はい、ハミージャーミー、ーテスラーっていうのを2つ作りました。はい。じゃあ、ビーテスラーで、えーっと、何種類のラインを試したか。で、太さに関しては、どれぐらいまで試したかっつったら、そんなにたくさんやんねえよ。うん,う,んうん、うん、うん。うん。例えば、ラインの種類で言うと、フロールと P しか試してない。うん,う,んうん、うん、うん。なぜなら、フロルで試せてたら、 ほぼポリエステルもナイロンも普通に問題なくいけるので。そうですね。でもピーとフロロ、ピーとナイロン、ピーとポリエステルじゃずいぶん違うんだよね。うん。でも釣るのに何も困らないんだよ、別に。うん。テストはナイロンでしかやってません。トラウトロットによくあるよね。はい。もうないナイロンで釣るもんだっていうなんかこう不分率みたいなもんがあるよね、トラウトって。うん。そうするとテストはトラもうナイロンでしかやんないよ、トラウトロット。ほぼほぼ。 今まではね。最近はどうか知んないけど。<laughs> じゃあ、ナイロンでしかテストしてないロッドで P 使っちゃダメなのか。いや全然 OK よ、そんなもの。うん、<laughs> ただ、あの、本当にベストかって言われればちょっと違うよねっていうのが出てくるの。うん、例えば僕が B テスラを作るときになぜフロロと P の二つに絞って P もやるのかって言ったら、 あのね僕一番気にしたのは P を使った時の「いとなり」ああなるほどあれがキーコラキーコラうるさいのだけやなの部分かりますうんじゃあどうやったら「いとなり」を抑えれるかっていうのがあるよねはいで P ラインも、えー、4本組と8本組じゃ全然違んうんだよ音が4本組はキーコラキーコラうるさいけど8本にすると音ちょっと静かになるよね うん、でも、4本組が好きな人多いよね。そうですね。8本よりも4本の方がこう、糸がまっすぐになりやすいんで。僕4本嫌いなのよ。なぜかと,う,かとう,かうるさいからなのよ。うん。かに。もそうですね。はい、<laughs> うるさいの。でも、ガイドセッティングでね、だいぶ抑えることできるのよ。うん。ガイド系とガイド位置とガイドの数で、もうね、びっくりするぐらい、あの、音量変わったりする。 うんうん、あの、バイオリンと一緒だから。なる,なるほど、なるほど。バイオリン弦があって、フレットがあってさ、そのフレットをどこ押さえるかで、あの、工程が変わるじゃないはい。ヒーってなるよね。そのフレットをこっち縮めてやれば高い音出るし、こうやれば低い音出るし、鶴はここだけしか弾いてないけど、この押さえる場所で当然、高低差が出るんだけど、 音量も変わるのよななんだろうなこの糸のに対してそれで引っかいた時に一番振動するバスってのが残るのこの距離がねはいこれがつまりフレットを釣り座の場合はガイドとして見立てたらいいわけこのフレット幅がどれぐらいが魚かけてピーでこう巻く時に一番音が響けないかよ バイオンで言えばそこが一番正しいところがいいよね。いい音が出る場所。釣り人にとっちゃうるせえよ、そこっていう話じゃない。じゃあそれを出なくするためにガイド位置のこう、うん、ほんと5ミリ単位ぐらいでこうずらしていってテストするわけ、うんうん。だから使っていいか悪いかの話じゃないんだよね。PE でテストしてる竿は僕の場合は他のブランド知らないよ。PE 用に作りましたっていう竿があっても、 その、PE のガイドなりを気にしてるメーカーと全く気にしてないメーカーと両方、当然存在するよ。僕は、うるさないの嫌だからそここだわるよ。うん、なので、これはメーカーによってバラバラだよね。そうですね。うん。じゃあ、あとは今度は糸の太さ。ね。糸の太さどこまでテストするか、これね、すっごい難しいんだよ。例えば、 ナイロンしか使いませんという竿だったら簡単だよね。うん,うん。ナイロンの合数だけで考えればいいよね。で、そのナイロンしか使いませんよっていう、例えばヤマメ竿だとしましょう。はい。で、えー、本土の普通の常識で、えー、考えられるヤマメの最大サイズって何センチぐらいよ、キューベ40とか。 まあ、40、一緒に一匹釣れるかどうかだよね。ですよね。うん。まあ尺釣って喜ぶ世界だからね。うん、ほぼほぼメバルと同じぐらいだよね。そうですね。40釣った人すげえねーってなるよね。うん。じゃあ、40なんてことは考える必要なくって、マックスを30とか35とかやって捉えられるよね。はい。そうすると、ナイロンの何ポンドがあればいいナイロン何ポンドでしょう ?40。 8とか12の間ぐらいになるんですかねいや、それ40とかの話でしょあ、そうですね。うん、もうちょっと細いですよね。普通は20センチから25センチぐらいなんだよ、ヤメっ,ってたったうんうんうん。普通 <laughs> 2ポンドとか4ポンドぐらいで釣るでしょあ、まあ、はいはいはい。うん。じゃあ、その手の、その、大型じゃなくて小型、中型中心の、えー、トラウトロットの場合、えー、まあ2ポンドは大げさでもさ、 ナイロンの4ポンド6ポンド対応ぐらいで考えるよね。うん。そうすると、マックス8ポンドぐらいのラインしか使わないくらい、使わないなっていうイメージでサウ作りすればいいってことになるよね。うん。うん。缶釣り用のサウンなんてそんな風になってないそうですね。そんな感じがしますね。例えば、普通のカン釣りって、まあまあ40センチぐらいまでじゃないはい。あの、レインボーがいて。あれで使ってる 竿のマックス、ラインマックスってどれぐらい ?6 とか8じゃないうん。12とかある何んやな、ースまあそうですね。あの、ガスが入ってるようなとこ行くようはそうですよで。そういうときはもう違う竿持ってる、うん、ね。違う竿で。うん、うん。一般的なエリアトラウト用のって言ったら、かなり、えー、メバリングでいうとこのあの、ウルトラライトの竿持ってくるよね。 うん、えでっかいのかかっても大丈夫なよう、ね、に、ドラグでやっちゃうよね。そうですね、うん、して考えたときにねその、まあ、この竿は大体基本何ポンド平均ぐらいで釣る竿ですよってのを、メーカーがイメージとしてまず決めて作るよ、竿っていうのはね。そうですね、それに合わせてもあの、糸を想定してね、ガイドとかの大きさとかもね。 そうそう。ね、で、ナイロンメインで作った場合は、うん。えっと、平均値で4ポンドの、4ポンドラインが適合ラインですよという竿に、2ポンド使っていいんでしょうかって今までもたくさん聞かれたよ。はいはいはい。いやそれ細くするわ。何ぼ細くしても、あんたの勝手ですよって話なんだけどね。<laughs> うんうんうん,なんか。細いの使っちゃダメなんて竿、世の中に存在しないよね、ほぼ。そうですね。うん。そこは気にしないで。ただ、ちょっと大きい魚がかかっ だから切れちゃうよ。寝かかりしてもすぐ切れちゃうよっていう話なだけで、うん、その、ラインスペックに関しては、細い方は全くメーカーは僕は気にしてないと思うよ。うん、他メーカーさんのことはね、本当によくわかんないんで僕も。僕が自分のところの差を作る場合、B テスラで言うならば、一番よく使うところでやってるよね。まずフロールで考えます。そうすると、B テスラの場合は0.4からしかテストしない。03とかやってない。うん フロロのから、えー、フロロはね1号はもう無理なの1号になるとね硬いから爆発するので、えー、メバルロットで僕が今までブリデン自体からずっといろいろ手掛けた竿はフロロの0.8号がマックスにしたんです大体はいはいはいこれはフロロ自体が無理だからなんです、うん、<laughs> 膨らんではぶわって04-05-06で使うように作ってある竿なの ナイロンロッドの場合はナイロンライン。まあ僕らみたいに値高なツールはフロロが使いやすいよねっていうんで、モノフィラメントの中でもフロロ。で、アジングロッドだと近年はポリエステルが一番人気なので、ポリエステルというモノフィラメントラインに合わせて作るんだけど、えー、いろんな種類のラインでテストされますかって話があったよね。はい。これね、ないです。ほとんど。 例えばソルトだったらナイロンでテストすることほとんどない。うーんフロロかポリエステルですよ。モノフィラの場合。で、ここは使う側が気をつけてください。何を言いたいかというと、さっきトラウトロットでナイロン使うのでマックスじゃなくてアベレージを6ポンドにしましょうかって話したよね。はい。ナイロンの6ポンドは5で言うと何号でしょう 1.5号。と思っちゃうわけね、普通。はいはいはい。あの普通、1号が4ポンドって言われてるよね。はい。1号が4ポンドの目安は、これ、フロルの目安だからね。あはいはい、そうですね、フロルですね。うん。ナロだといろいろ。1号で6ポンドだったり、あと、ほら、あの、誰だ,だっけ、あの、王様。村田一さんの村田一さんがこので使ってる、あッコ、強いよね、あれ。 はい,はいはいはい。あれ1号でね、6ポンド超えてるよね。8とかあるんだよね。そうするとさ、ロットに書いてある表記は、ポンドで書いてあるでしょ下手する、はいえっと、4ポンドから12ポンドですって書いてますよね。<laughs> ところがた、一番下の4ポンドで見ましょうか。4ポンドのフロールラインはこれぐらいの太さなんだよ。 でも4ポンドのナイロンラインはこ、これぐらいだとするじゃん。全、ものすごくガイド系に影響すると思わないそうですね。同じ4ポンドで、まあ、これ極端でもこれぐらいにしましょうか。こんなに太さ違うんだよ。うん。だから、差を作る側に言してもらうと、例えばメバルロットを僕が作るのに、ナイロンでテストしません。ナイロン使う人1割いないから。うん。という理由ですよ。 で、もしかしてナイロン使う人がいて、レオンさんこれ、ビーテスラ、何本の、何号まで使いますかって聞かれるならまだいいんだよ。うん。号っていうのは太さだから往々にして。うん。でも、ポンドっていうのは強さだから。そうですね。うん。ここもね、はっきりしてほしいんだよね。例えば、1号の PE と1号のフロロと1号のナイロンは、太さはほぼ一緒なんだどれも。うんうんうん。 一号は一号なんだよ。でも、例えば、一番弱いのがフロロだよね。はい。一号のフロロは、直線強度が4ポンドで切れるか、4ポンドまでは持つかのどっちかなのね。うん。簡単に4ポンドにしましょう。はい。フロロの一号は強度4ポンド。ナイロンの一号は、6から8ポンドなんだよ。うん。一号だよ。P の一号は、 弱くて10ポンド。そうですね。今、今ともう12、16 20ポンドまでうん、まあ、でいっちゃうかもしれないですね、<laughs> ものによっては。えっとね、僕が使ってる四つ編みさんの銘柄だと0.5号で12ポンドから14ポンドあるからね。うん。おっとえらい強いじゃない。そうですね。でも太さ一緒だよね、1号だから。うん。じゃあ、自分が使う人は何を目的で使うのかってことになってくるんだよ。うん,う,んうん、うん、うん。それは、 竿の作り方とかは関係ないに近い部分になってくるんだよね。うん、自分が使う竿で何を釣るかだったら、えー、糸の強度はこれぐらいまでがマックスでいいよねという使い方をしてほしいんうん、うん、で、弱い方はいくら弱くてもいいのよ。例えば、マミアジしか釣らないよっていうんだったら、フロールでも0.25とかでいいじゃん。うん、ポリエステルの0.235でいいじゃない。 うん、でも、表記には0.4 5からって書いてあったからって、そんなこと気にする必要ないね。うん,うん。全然ありません。はい。強さに関してはそれぐらいかな。えっ、ー、と、まずラインスペックだったよね。はい。あと、まあ、キャストウェイトですね。キャストウェイトのスペックは、えー、MAX が例えば、まあ、ライトゲームロッドこの人ライトゲームロッドで質問してきてるのそうですね。ライトゲームのさんですね。ちょっと後半読んでみてください。はい。 この方がつ、今使われている竿が5フィートの竿で、うん、ルアーの表記が2から10グラム、2> 2からラインの表記が2ポンドから6ポンド、で、うん、PP だと02から04というスペックだそうで。ああ、もういわゆる代表的なライトゲームの UL ロッドだね。そうですね。ね <laughs> やっぱりそうだな。<laughs> そうか。だとすると、そのうもそ、その,のウの上と表記をまず教えて。もう回 2>, 2から,10ら1 0ム二から10。ラインがが、ポンドだと2から6で。二、e、から6ね。P だと02から04というスペックですね。02ってことは5だね。5です。0ビー 2> 2だけ5で書いてるんだ。はい。だからみんなわけわかんなくなるんだよね。<laughs> 今この方は500番の小型リールをつけているそうなんですけど、あらまあちっちゃいリール。そうで、レオン師匠なら、このロットで、まあ、オープンエリアでのアジング・メバリングをやるという場合、うん、どんなライン、まあ、リーダー含めて何番のリールに巻きますかみたいなご質問をいただいて。最終的にはそこが気になるから、メーカーは差を作るときに、どんなテストしてるのか、計測する機会があるのかで聞いてたわけねそうですね。 なるほどな。あのー、まあ、最初のお返事にちょっと戻るんだけど、えー、結論言ってなかったんで、あの、計測する機会なんかないです。<laughs> そんなことありません。はい、なんかコンピューターかなんか使ってわーっと計算するんじゃないかと思ってるかもしれないけど、あのー、釣りって手工業だからね。 うんうん、オートメーションでロボットでマシンで機械でわーっと作れるのもんないよ。そんなもんじゃないからね。うん。まあ、あのー、カーボンシートを巻くのに今いいマシンがあるけどね、こうやってやったらもうキョーンと巻けるやつが。うんうん、これはさすがに人間がこうやって手で巻くような時代じゃないから、そこはマシンでやるんだけど、それ除いたらほとんど、あのー、作業員が手でやる仕事なんで、そこにね、計測する機械なんてない。 え工場がそれぞれの経験値で持ってて、このカーボンシートでこれぐらいの太さで、プライスが5プライだったら、もう吊り下げで2キロでも大丈夫だよっていう、もう、なんて言うんだろう、大まかな基準があるだけ。その大まかな基準に沿って、僕らみたいなメーカーからえーオーダーがあったときに、その大まかな基準で作るんだよ。 で、出来上がったら、プロとか出来上がったら、それを実際にこう固定しといて、あの、重りをどんどん足していくの。500グラム、1キロ、2キロ、3キロ、4キロ、普通につり吊り下げて巻く。あるいは、工場によっては、もう実際のこうやって自分でリフトしてみる。工場の人が。で、何本も何本も折るの。ん何本も何本も折らなきゃいけない。で、絶対の折れない数字、数値ってのが出てくるじゃん。はい。 うん。それと、一本一本強度が同じじゃないので、竿なんて。うん。うん。全部微妙に違うのよ。もうその程度のもんなの。だからこそ、このマックスの強さっていうのは絶対に書かないからね、メーカーは。そうですね。うん。書くのは、普通の吊り下げ方だったら、絶対に折れない数字の一番上限をマックスにするのよ。うん,う,んうん。これで普通に吊り下げて折,るや折れないよっていうのがマックス表示なんだよ。 ところが、ンなんてさ、折らない方法と折る方法と簡単にあるよね。例えば、棹を、ここをバイスダイなんかでギュッと固定して、水平に棹をつけといて、それに重りをつけていって、こういうテストするよね、1キロ、2キロって。これでマックスが出ても、この角度で同じ重さ、 吊り下げたらもう半分ぐらいの重さでポキ取れちゃうよね、ここが。うん。サオってこのバットの強さと全体が綺麗にカーブして何キロまで吊り下げできるかっていうのがあの基本的に荷重テストなのよ。でもこれだと強すぎるので45度で支えたらどうなるのかってテストする工場は結構多い。うん。なんでかって言ったらその釣り人がやりがちな角度だよね、こう。はいはいはい。 これででっかい魚が引っ張って、上手な人はバットにウエイト乗せるから折らないけど、素人さんがこう差を立てて折る人が多いから、そこも含めて考えた時に割と縦気味でテストしてくれる工場もあります。そうやって何本も何本も折って、で、折れ中、絶対に折れないよっていうところをマックス表示ぐらいにしてやるぐらいかな。 そうで,すね、で、うん、その後に、あれですよね、まあ、ガイドとか使う糸で決めて、キャストウェイトは、それこそ、例えばインクだったレオンさんとか、テスターのみんなで決めるって感じですよね。そうそうそうベースのブランクの強さをまず決めて、うん、その吊り下げ強度っていうのを測定するわけなんだけど、さっきの質問にちゃんと答えたかったのは、測定する機械なんかありません。 単に大丈夫だっていうのをやるわけで、それマシンで計算して出すようなもんじゃないって。ね。で、今度はキャストウェイト。キャストウェイトのマックスも同じ UL ロットですよって書いてあっても UL ロットもいっぱいあるわけ。ティップが細い UL ロットもあります。ティップが太いのもあります。例えば中ブラ、カーボンで中ブラだったらティップ太いです。ね。カーボンでソリッドだったら 中,ブラ中空じゃないから、細く作れるから、カーボンストリッドティップだと細く作れます。で、このティップが、えー、と金属だったりした場合ね、チタンとかね。さらに細く作ることもできます。そうすると、棹全体は、えー、6ポンドぐらいのラインまで使えますよというサードも、ティップの材質だとか細さが、 これとこれぐらい違えば、当然、キャストするウェイトの限界変わるんですよ。細いティップで <laughs>、重たいもの、こんなことして投げたら、ポキッと折れちゃうよね、ここが。うん。でも、ティップが太ければ、折れにくいよね。だから、そもそもその竿の素性というか、作りというか、何を目的に作ったるかがね、大きく関わってくるわけ。同じ UL ロットでも、 そうね。例えば、インクスレベルだったら、えー、サビオとかサビアも、えー、いう、ウルトラライトクラスのロッドなんです。ただ、ベイトロッドなんだよね、スピニングがなんて。ベイトで、ウルトラライトでサビアって言っても、普通に20グラムとか投げることできるんだよね。うん。チューブラトップだし、ベイトタックルだし。ところが、アジングメーカーさんのアジングロッドで、 同じ UL って書いてあるわけ。ウルトラライトって言って。僕は、そのライトロックの UL とアジングの UL じゃ世界観がこんぐらい違うよって思った方がいいよ。ライトロックの UL は結構重たいとこまでいける。でも、でね、アシンコの UL は本当にウルトラライトだからね。うん。もう、ものすごい極端なこと言いましょうか。同じ UL なのに、えー、っと、ガマカツさんが随分、10年前とかかな、もうちょっと前かな。 出したあの、酔い姫シリーズの一番細く軽いやつ。はい。えっと、20センチ以上のアジは抜き上げしないでください。ネットで作ってくださいって書いてあるよね。うん。90度以上曲げないでください。うん,うん。竿をこういう曲げ方90度。要するに、バットは絶対水平よって。立てたらだ、立ててこうやって抜いちゃダメだよこう曲がるからここで折れちゃうよでも、バット水平だったら、 全体がこう曲がってくる。これで横向いてよいしょってテーブルに抜き上げるの。これをビギナーのうちは魚寄せたらこうやって抜こうとするの。こ,こうやって抜くと竿がこういう角度で曲がるからこぼれちゃうわけ。だからそういうその20センチの味は抜き上げしないでください。折れますよっていう竿は絶対にこんなの抜き方しちゃダメだよね。正面で抜いちゃダメ。寄せてきたら横向くの。 うん、横向いて、竿を下げていっぱい巻いて、こうやって抜くの <laughs> を心配しなきゃならんわけ。ところが、ライトロックの例えばサビオ、サビアなど、特にベイトロットは、ここまで薄くて、こうやって抜いても大丈夫なんだよ。うん、20センチの味ぐらいなら。これが、1キロ近くあるようなチルとかだったら、さすがにやばいから、やっぱりこうやって抜くよね。うん、っていうふうにね、スペック スペックの見方っていうのは、もそもそもが何ロットなのか、チューブラーなのか、ソリットなのか、ティップ系が1.4ミリなのか、1.2ミリなのか、0.8ミリなのか、同じ UL でも L でもね、そこが全然変わってくる。うん。だから一口で説明できる世界じゃないから、うん、考え方のアドバイスはできるけど、具体的なアドバイスはね、使ってる沢で聞いてほしいよね。 そうですね。ううとあと、<laughs> あれですよね、あの、多分この質問者の方が、その表記のが、ウェイトの表記があるんですけど、 テストしてますかっていうご質問なんですけど、もちろんあれですよね。例えばサビやサビオにしても、テストだったら20グラムとか投げてみてますよね。もちろん、ね。そうそう。20、僕は30グラムまで投げてテストしてるけどね。ね投げてみて。で、まあさすがに投げれるんだけど、みんなにここ投げていいよっていう範囲ってどうかなってで、ね、そこからね、本来投げれるんだけど、そこ絞ってちょっとね、表記してるって感じですよね。そうそう。うん、それとラインの場合は、 下の加減ね。下の限界のラインの表記なんかほとんどないよね。はい、うん。基本はね。書いてあるけど関係ないよね。うん。でも、ウエイトは関係あるんだよね。そうですね。例えばサビアで0.5グラム投げれますよって言ったら嘘になっちゃう。うん。投げられるけど、釣りができるような快適さで投げれるかって言ったら無理だよね。そうですね。やっぱり快適にね、できるっていう水準で表記している。そう。 キャストウェイトの場合は、下が2ムだったら、うんうん、例えばサビは2って書いてあったら、1 5ムじゃもう投げにくいよって話なんで、うん、投げちゃだめじゃなくて、投げにくいって話だ。そういうテストはします。間違いなく。うん、あと、あれですよね、糸の太さで、上限の方でいうと、まあ、最近皆さん P 使うのが多いんで、P だとリーダーがあるじゃないですか。そ<う>だからその、ね、巻き込んで 投げたときに大丈夫かなとかね、上限の方はちょっとそこら辺気にしてテストしますよね。そうね、ただ。スペック表記にラインのリーダーの太さまでは書いてないけ、ね、ど。そ,ねうん、そこは自分で覚えてくださいっていう話なんだよね。うん、そうですね。まあ、うん、でも一応こうスタッフたちは、あの視聴者の方に言うと、あの。ちょっとこれは無理じゃねっていう太うと意図も入れたりして、やったりはしてます。うん、下手すれば。 倍ぐらいのとこまでやっちゃうよね。ウエイトにしても太さにしても。やりますね、うん。間違いなくやる。うん、で、えーと、後半の質問で、えー、何を聞きたかったのかな ?500。えっとですね、<あ>もう一度この方の使っているロットのスペックを紹介すると、5フィート、うん、ルアーのキャストウェイトが2から10。うん、で、ラインのポンド表記だと2ポンドから6ポンド。うん、P だと0.25から0.45というスペックで。うん まあ、レオン師匠なら、これでオープンエリアでアジングメバリングするときに、何号のどんな種類のラインを何番のリールにどれぐらい巻きますかという。あ、いよいよ具体的な方向へね。はい、具体的ない。今聞いててびっくりしたんだけど、キャストウェイトが2グラムかな下が。下が2で上が10ですね。えっと、5フィートの差をで下が2グラムって、ね、ちょっと違和感感じた、ね、うん、なんか結構強めな感じの。強いよね。<laughs> スペック表記が5フィートなのに、キャストウェイト加減が2グラムだってことだから、まあ間違いないのはティップもそれなりに太い竿だよ。うん、そうですね。だって2グラム以下書いてないんだから。うんで。5フィートで連想するのはアジングロットが多いんだけど、今時のアジングロットで5フィートの竿で、キャストウェイトの加減ってゼロからになってるぐらいだよね。そうですね。0. 2から3グラムとかね、うん。そうですね。うん、ありますね。 10分の1台だから、うん、<laughs> あから結構強めの竿だと思うので、それがまず違和感の一つ。で、その竿で使ってるらっしゃるリールが500番台っていうのがまたちょっとびっくり。そうですね。アジング的なターゲットのリールって感じですかね。500番だと。アジングでも500番あんま使わないんじゃない、うん、?500 番っつったら、軽流とか、エリアとか、 少なくとも僕500番なんか使ったことがない、まあ。確かに、レオン師匠、絶対500番使わないですね。<laughs> まあ、時代が時代でもあるけどね。うん。経理行くんでも2000番、2500番使ってたぐらいだから。なんで、レ<あ>オン師匠だともうちょっとだから、まあ、2000番ぐらいになりますかね。C、あのコンパクトの方の2000番とかになりますかね。<あ>リールだと。うん,うん。うん、あの、島野さんだったら、その C2000 っうん。で、大和さんだ,だったら、あの、 CT だっけコンパクトエンドタフだっけはい,はいはいはい。CT の2000番ね。うん、昔の2000番よりちょっと小ぶりになってるよね。うん、今はアジングメバリングだとほとんどその C か CT のいわゆる小,小ぶりな2000番。アジングの場合は1000番使う方が圧倒的に多いという僕認識なんだけど、えーえー、それはアジング専門メーカーさんが作ってらっしゃるロットが 例えば5フィート前後のショートロットが多いということと、すごく最近はあの、繊細になってるよね。ええええ、例えば竿全体の重量でも38グラムとかさ。うんうんうん。え、今30切るの出てたんだっけなんかありますね。る <laughs> あるよね。でも、うん、ほとんど40切れてるのやつが人気だよね。はい。40グラムの竿ってさ。え、40グラムだよ、竿が。 <laughs> 例えば、僕ところの B テスラって 80g あるからね。はい、倍違いだもんね、竿が。40g の竿と 80g の竿が、どっちが強いったら絶対80度が強いよ。肉厚だから。同じ長さなら特にね。うん。さあ、ラインは何を入れますか例の師匠。<laughs> だから2000番です。2000番で。うん。で、アジング2種類あるんだよね。はいはいはい。 要は30センチ以下と30センチ以上狙うときと。ああ、なるほど。僕の中じゃ。うん。じゃ30センチまでで使う場合は、ラインはポリエステルかフロロの、えー、僕の場合はね。はい。0.45。0四五はいはい。ロ3も02もやりません、僕は。うん。で、030の,の方が圧倒的に多いよね、多分世の中。うん。僕はエステルでもフロロでも、一番下が0.4。 なぜなら0203になると極端に弱くて嫌なの。なるほど、うんな。なぜかというと浮気症なんだよ。ア <laughs> ジングしててタチオがギラッとしたらタチオを釣れるルー結んでやるから。うん、だから僕0203やんないの。チヌが見えたらチヌ狙うし、うんえー。アジがよく釣れる場所で僕らが行く場所だとヒラスズキがいたりするんだよ。よくああ、なるほど、うん。だからもう一番下が04なのよね。うん、場合によっちゃ エリアによってはもう05、06のフロロ、もしくはポリエステル入れていくので、0 5号を生地に考えましょうか。モノフィラメントで。はい。0 5五って太いじゃん、それなりに。はい。ウルトラライトから考えると。そうすると、スプール系がちっちゃいと使いづらいの、いろいろ。うん、なるほど。だから2000番、うん、2500番なのよ。うん。あと、糸巻き量が必要だよね。うん,う,んうん。 で、もライトゲームで使うスプールってシャロースプールなんだよね。深いスプールじゃないよね。だからちょっとでも経営が小さいと0.5号だと下手すると100メートル入んなかったりするよね。うんそうすると高切れ1、2回したら終わりなんだよね。うんでもそれめんどくさいから僕は朝、ね、溝でも2000番、2500番のそれなりに糸がたくさん入るスプールが好みなのね。0.5号だったら 150メーター、200メーター巻けるリールが僕の好みで。ああ、なるほど。<laughs> 必ずそれぐらいはもう糸入れとくって感じですね。糸入れとく。うん、そうすると困ることが少ない。うん、確かに。でも、僕と違って、あのー、細やかな人、繊細な人、きちっとやる人はね、いいんです。僕のようにしなくても。使う分だけ、あの、毎回、毎日巻かれる方とか、ね。かきちっとやる人は、あの、1番リール使って、より小型で、 竿が3 0ム台しかないんだから、リールもできるだけ軽く小型にして、で、ドラッグ性能のいいやつで、あの20センチ、25センチの味でも楽しめるという方向に行かれる方は、多分リールのサイズとしたら1000番ぐらいが理想なんだろうと思うよ、うん、僕は。でも、僕みたいな浮気者で大雑把だな、あれでもこれも全部現場でやっちゃうんだっていう、乱暴なタイプは僕はおすすめは2000か2500番。 <laughs> で0.55以上、0506が普通。で、ぎりぎり、今日はどうしても1グラム以下のジグヘッド使わないといい味釣れないよね、そういう場所も僕持ってるので。うん、そうすると0.6とか0.8で尺味狙うから、ぎりぎりの僕の落とす、譲歩できるフロロの太さが0.45になって。 うん、使うリールはどちらも2000番。うん。うん他に何か聞かれたっけいや、これでバッチリそうう遠いとこじゃないから <laughs>。ああ、参考になったかならなかったのか、ちょっとい<や>わからない。もう表記は難しいですよね。<laughs> あと、あの、いろいろ表記って、メーカーさんによって考え方が違うじゃないですか。そう。 多分ね違う、うん、違う人がテストしたら、これはこの表記までいけるだろうってなるものだし。そう。もうね。うん。味なら味で、この範囲でしか考えないアジロットだったら、うん、このスペック幅が狭いよね。うん。例えば、0 2ムから1 5ムまでとかになっちゃったりするね、うん、表記が。うん。だから、専門メーカーほどこの細分化されていくんだよね。 そうですね。僕、うん、インクスはアジング専門メーカーじゃないから、アジを釣るロットも作るけど、幅広く作るんだよね。うん。グラムから上は5ムまで使える差を作っちゃうんだよね。うん。下手すら8ムまで使えますよ。そうですね。うん。その代わり、えっ、ー、と、なんだろうな、加減の釣りをしたときには、あの、繊細さが物足りないと思っちゃうよね、うん、ガチ勢の人からう。うん。うん。わっと、こんなんでやりたいんだっていう人には向かない、うちみたいなメーカーは。うんいい <laughs> はい。ということです。そうですね。なんで、あの、結構、メーカーさんとか、その、監修した方とかでね、結構、その、表記のニュアンスが違ったりするんで、まあ、インクスだったらね、この深釣り彫りでね、インクス製品であれば、ぜひ聞いていただければ OK なんですけど。そうそうそうです。で,すできたらあれですよね。いろんな、あの、メーカーさんのイベントとかで、聞く機会があったらね、ね直接聞くといいかもしれないですよね。あと、そのメーカーさんの成長度合いとか、<laughs> うん、経歴年数にも関わってくるの。うーん。 例えば僕はこんなこと言いながら、テスターさんが、こんなアジングロット欲しいんだって言い出したら、仕事だから作るじゃん。そうですね。うん。だから今はないけど、2年先、3年先には、こんなことしなきゃガジングロット欲しがって作るかもしれないよ。<う> <laughs> だから諦めないそんな感じなので、はいあの、なかなか他社製品のあれだと、そのみんな差を差を なったことがなかったりして答えにくかったりするんですけどインクス製品についてねこれはどうなのとかあったら全然質問いただければこうやってお答えできるので皆さん何かありましたらコメント欄までお願いしますはいよろしくお願いしますあとぜひチャンネル登録と動画へのグッドボタンもよろしくお願いしますじゃあリオン師匠今週もありがとうございました、はい、ありがとうございましたじゃあまたね